結構漫画じゃないですか。はいあ。ターゲットそんなに絞んないですよね。全然絞らないですね。はい、YouTube でもないし、テレビ CM でもないし、アプリですよね。アプリです。使うなら圧倒的に AdoSense とか、はいはい、SNS 広告とか、そっちに行くんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、それは違うんだ。あそちらも考えてはいいすあいや、でもそちらも考えてるってほど、資金はないでしょ。そ,そうですね、うん、あの安い YouTube とテレビ CM の方に出したいと思ってます。まあテレビ CM とか一番お勧めしないですけど、な,なんでテレビ CM でいいったのか。やっぱりテレビですあれなんだけど。モデさんはあの全職大手の広告代理店でいらっしゃるので、うん、テレビ CM のことがよくご存知だと思いますけど、はい、彼が簡単にね東京だと、はい。 キー局だから高いからローカルでって言ってますけど、はいはい、じゃあローカルでいてどこにどんだけ流したってそれでもすごい金額なりますよね。だいぶ確かに安いんですよ。はい、安いんですけど、はい、広告費いくらつく？200万ですよね。これ必要資金でいうと200万でできるテレビ CM なんて本当高か知れてます。すごい知れてるよ。そうですね、はい。今日初耳だけど君がテレビ CM 使うって言ったのは、はい、そんなの一瞬だよ。そうですね。 僕の地元の名古屋で一番ローカルなテレビ愛知で CM 当時流すのに1本5,000円かかったから100本流せば50万じゃないですか100本なんて1日10本流せば10日しか持たないですもんね、はい、っていう世界をどんだだけやるのって世界だよ、はい、しかもアプリへの導線もないんですよ。うん、見て「これ検索しますか?」みたいな「あ消えちゃった」みたいな話なんでなかなか。 これは懸命じゃない気がするんテレビ CM はさすがに。ちなみに YouTube も僕は同様だと思います。そういう意味でてうと。なんかまあ、手前の部分でそもそもどうやって大きくしていくのっていうところじゃないですか、はい、まずは、はい、はい。こんだけレッドーシャの中で後発で出てきて、さてどうしますかっていうときに、今1650万の必要資金のうち200万が広告費なんですね、はいはい。どうやって伸ばしていくんだろうなっていうのが、はい。 ちょっとだいぶ見えなくてはい、はい、でもう一つあの作家の人たちの還元率を高くして、はい、あのそれで引いてくるあの、ね、っていうふうにおっしゃってたんですけど作家の人たちってだい何を目指してて漫画描いてるんですかね僕が作家だったらね目の前の還元率ではない気がするんですよそうです、ね、欲しがるのは。はいはい どっちかというとどれだけ多くの人に見てもらえる場所に自分の作品を出せるかっていうところがポイントかなと思ってて、そうなってくるとこの新しい漫画サイトはいかにも不が悪いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どう思います？うん、その作家さんが収入を得られるっていうのは見る人がいるから得られるんですよね。そうですね。はい。ですよね。はい。見る人がいなかったらその人たちいくら還元率が高くても意味ないんですよね。そうですね。はい。そうだから考えるべきは、はい、作家の還元率とか、はい、一番見られない人でも お金がもらえるようにそこの待遇抑止をじゃなくてどうやってそこに死ぬほどの人を呼んでくるかの方が僕は結局作家を助けることに繋がるんじゃないかと思ってるんですねでそこがちょっと弱すぎるなと思っててこのままだとこのアプリ広がらないまま終わっちゃうので誰も助けられないんじゃないかと思ってますがいかがでしょうかめちゃくちゃ実はすごい人抱えてるんですよみたいなのってあったりします柳田さんのとこでしか読めない だいたい三十五万人ぐらいのフォロワーの方がいるんですね。なんでその三十五万人の方のフォロワーのまあ一割か二割は見てくれるんじゃないかなとは思っております。はい。そこじゃないかなと。はいはい。出るんですよね。はいはい、攻めるべきは。はいそうですね。はい。多分二百万の広告予算で何とかしようはもうどうも勝負がないので、はいはい、あのさっき柳田さんがおっしゃってたその漫画家をねあの目指す人、メジャーになりたい人。 を誰よりも応援するんだ僕はっていうそのメッセージがどこまで多くの漫画を目指す人に届いて「はい、俺ここ応援したいよ」って思ってくれて拡散してくれるなり、はい、広げてくれるなりっていうそこのパワーに何か期待するのが一番勝ち目があるような気がしてきましたねこれはなんとなく。これ柳田さんのなんかこう自分は絶対この競合に負けないですっていう。 柳田さんの強みって何かあるんですかね。ね、勧誘とスカウトになりますね。仮に数が集まったとして、このサイトにはどうやって人を集めるんだろう。口コミで広まっていくっていうのもちょっと期待はしています。うん。でもさ、自分で漫画を出してみませんかって営業されて、じゃあ出しましょうって言ってついでに宣伝もお願いしますって言われたら、自分でノートやるはなっちゃわないんですかね。ノートだけですその人のその作品のみの掲載を 買うことになるんですけど、このアプリでえっ、ー、と私はこういう連載をしてますってなると読んだ方がその他の作品も読んでくれるのではないかなとは思います。要は他の人が宣伝してくれれば結果自分のところも見よ見てくれるかもなってことですか。まあ、そうですね。普通だな。そうですね。<laughs> うん、まああの少し厳しいことを言うと、はい、何にも強みがない状態なんですよ今、経験があるわけでもない、お金があるわけでもない。 えー、その中で柳田さんが多分このタイガーファンディングを唯一動かせる可能性があるとしたら動きの量だと思ってるんですね、はいはい、これだけいろんな動きをしてきましたとっていうことなんですけどこれがちょっとなんかだいぶ忙しいから動けてないみたいなのもちょっと聞こえてきたりして。 どこなんだどこを信じて僕らはやりやれるこの人はと思うそうですねこの12か月で頑張った方かなとは思います、ね。ごめんなさいそれを頑張ったって厳しいこと言うけど頑張ったっていうのが結構なかなかパンチが効いててそれ多分みんな全員やるし僕が期待しているのの1割ぐらいです動き的に。さっきの大学回ったみたいなところ、うん、せめて2三3 0所忙しい中でも時間作って回って実は話を実際してこんな、はい 反応があったんですとだからこれを広げていけばこのぐらいのコミュニティになるんだみたいなのがちょっとでも見えてるといいんですけどそれはやってないんですよあそれは一応一社だけやってます。で言ってどんな反応だったんでしたっけ聞きましたっけこれはごめんなさい。いや聞いてはいれです、ね。あ,、はい、あそうですかってマでまあまのまだ一個人なのでいやだからね全部それなのよさっきから、はいはい、いやう <laughs> ん何て言えばいいんだろうそっか。 もうちょっと金かかけんでできるるやり方はあるかないやこれはもう僕なりの結論になっちゃいますけど、はい、絶対失敗するんでアプリやめた方がいいです、はい、まずはい、はい、あのー、ね奥様はとてもご理解のある方だと思いますが、はい、巻き込むことはないと思いますって言えちゃうレベルですはい、はいはい、ナッシングですまあいろいろ厳しいことを言いましたけどうんまあ負け戦は止めるのが対岸ファンディングの使命だとは思ってますので ご理解くださいと。い。うのと、はい、とえっと自己資金も200万あるということだったんで、えっとまずはこの中でできる形で勝負してみるのが絶対いいと思いますんで。はい、はい。あのどうしてもやるということであれば、その範囲内でできることをやってみてください。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。